週刊少年ジャンプが来たジャンプ28号イエーイ。はい、どうもこんにちは、ヒロアカ大好きカイです。今日も動画ご視聴いただきありがとうございます。ぜひともね、この動画高評価そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。さあ、ということでヒロアカやってきましたけども、今回がですね、ナンバー425ということなんですが、前回がですね、その戦いが実際に終わって、爆豪とのやりとりがあったりとか、オールマイトからの言葉があったりとかね、そういった感動会もありつつ、そして一気に突起は進んでね、で、遊泳のシーンというかね、また新学期が始まるのかな、みたいなシーンで終わったわけですね。で、デイクもね、このなんかバッとこう、刈り上げみたいな感じになったりとかね、してて、なんかちょっと最終回に向けてイメチェンかみたいなね、感じもありましたけども、はい。そのね、続きが描かれるということで、ヒロアカもね、もう残り少ないでしょうからね、だからどういう感じで終わっていくのかっていうね、ところがね、ちょっと注目ではあるんですけどもね、まだ果たして何回あるのかってところですよね。今回別にヒロアカがね、関東カラーではなかったので、なんかね、前も言いましたけど、ジャンプのこのなんかしきたりみたいなところで言うと、こう関東カラーで終わるわけじゃなくて、終わるときはセンターカラー、ただその1個前に関東カラーがあるみたいなね、のが大体のパターンでみたいなね、感じなので、まだ関東カラー来てないですからね、一体どこで終わるのかっていうところ。そしてなんと今回ですね、まだなんか終わんなそうだなっていうね、気配があったんですよね、本編には。その急展開じゃないですけども、そのかつてのね、その魔界の境界トンネルがとかね、知らない未知の生物がとかね、そういう感じじゃないと思いますけども、なんかちょっともう一展開ありそうだなっていう感じの終わり方をねしていたんで、そこもね含めて語っていったらと思いますので、最後までぜひご覧ください。さあ、ということで本編やっていくわけなんですけども、なんとですね、今回ね、卒業式が行われますということで、もうドンドッドッドッドン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 ったらワンピースなんやけど、めちゃめちゃこうね、もう低音鳴り響くっていう感じで、打撃音鳴り響くっていう感じ。続きまして、卒業証書授与カモンみたいなね、言われて、こう波動ねじれさんとかもですね、卒業したっつってね、可愛らしく飛んでいまして、で、卒業式遅くなっちまってすまねえな、桜は散っちまったが、せめて門出は華々しくって、こうプレゼント前からこうやってるわけですね。で、いけーっつって、うわーって盛り上がってるわけですよね。卒業式のグルーブじゃねえみたいな、卒業式のグルーブっていうのがそもそもないんだけどね、ないっていうか、卒業式の、ここでいう卒業式のグルーブって、こうなんかこう淡々とね、こうしっとりとこう進めてくっていうところのね、テンポ感のことを話してるのかなと思うんですけど、バラードじゃないけどもね、それがこうアップテンポでこうね、ノリノリなグルーブなんでね、グルーブっていう言い方しないんでね、本来ね。そこだけでもこうプレゼントマイクのこの遊泳のやり方にね、引っ張られてるなと思いますけども。で、6月留め置かれていた先輩たちの卒業式が開かれたと。で、各国への必要物資の要望、復旧計画費用の算出の捻出、支援の配置と分配、病床の確保に、医療に、超人社会といえど、これほど迅速な復旧の裏には、世界的偉人、根津校長による各国への働きかけがあったと。根津校長自身もね、BTM もっと上げてこうなんつってね。ノリノリでやってますけどもね。で、素敵なリリックだったぜ、レペゼン遊泳。素敵なリリックだったぜ、レペゼン遊泳、ふわまわ谷部長編ザみたいな。それでは次だ、アンサー、レペゼン卒業生、ルミリオン、AK、トーガタミリオンつってね。簡単に言うとね、在校生代表の言葉から卒業生代表の言葉に移ったっていうことなんですけどね。で、ここでミリオが喋ります。本日は忙しい中、私たちのためにご臨席いただきまして、誠にありがとうございます。と、ギャグ戦のかーいってみんながずっこけます。で、失ったものは多く、得たものはない。ヒーローの戦いってのは、いつも大体マイナスをゼロに戻すためのものですと。いや、ここはね、僕ね、気づきました。ヒロアカってね、皆、ご存知の方、ワンピース好きな方はね、ご存知だと思うんですけども、ヒロアカのね、作者の堀越先生っていうのはね、かつてね、ウソップギャラリー海賊団っていうね、ワンピースの単行本の中でですね、絵とかをこう描いたりとかして、応募する、送る、それを採用されたら、こうコミックスに載るっていうやつがあるんですよ。そういう企画がありまして、それにね、出してるんですよね、堀越先生。確かにちょっと僕も記憶曖昧やけど、対象を取られてるんですよね、その中で。で、実際に、ヒロアカをこう連載された時に、堀越くんなのね、みたいな感じで、小田先生もコミックスなんか紹介してたんですよね。っていうところで、やっぱヒロアカはね、多分ワンピース好きなんだよね。堀越先生ってのはね。っていうところでは、ここね、ワンピースの文言が用いられてます。別にワンピースのっていうほどね、ワンピース特化ではないんだけども、当たり前のセリフっちゃ当たり前のセリフなんだけど、この失ったものは多く、得たものはないっていうのはね、これ、アラバスター編のですね、最後、コブラ国王がね、みんなにこう、群衆に語りかけるセリフなんですよね。
でこの後もね、普通科、サポート科、経営科、それぞれがこの学び屋で培った経験を駆使し、一丸となって戦いました。しかし未だゼロには戻っていません。私たちの3年間はこの先のためにあります。ゴールは今日じゃないっていうね。これコブラさんもね、同じようなこと言ってましたよね。ここからみんな一丸となって、そのアラバスタっていう国を再興していこうみたいなことをね、言っていったわけなんですけど。でユーモアなきように明るい未来はない。たくさんの人が笑って過ごせるプラスの世界、そこが私たちのゴールテープです。言って、見ててくれよナイトアイって言って、パチンと指を開いて、私たちは今日スタートするのです、在校生の皆さんって言って、バーンと、あのこの名前も忘れましたけど、このつけまバーンみたいなね、なんかミス UA みたいなのをこう競ってた時の人ですよね。その人のあのバーンって巨大ロボと一緒に、じゃあねーっていう感じでね、飛び立っていく。まあここはすごいヒーロー漫画らしさもありますし、ジャンプ漫画らしさもあるなというね、感じのこうタッチの絵になってますね。でこれが UA 卒業式の伝統だそうだと。でそしてっていう風になって、まあ 2A ですね。ここは1 2A になったわけで、 1A から 2A になりまして、このみんなのねこうクラスが描かれますと。で例年なら担任は持ち上がりじゃないんだが、まあ事情が事情だ、もう一年よろしくということで、相沢先生がこう引き継いで担任をやってくださるということでね、みんなよかったっていうね、にも言っております。そしてなんとですね、この後青山くんがですね、改めてお別れ、アデューを、僕は UA を出るということで、ちょっとこれ悲しいニュースだったということですよね。で次郎ちゃんが、まあ青山やっぱ気持ち変わんないのかみたいな、お前のおかげでオールフォーワンたちを分断できたのに、で先生も塚内さんも残っていいとおっしゃってくれたよ、けれど僕自身がけじめをつけたいんだと。オールフォーワンの思惑が絡んだ入学で、今日のような卒業式を僕は迎えられない。罪を償ってもう一度ヒーローの道を目指す。平気さ、だって僕は君たちの手を取ったんだもん。であのこれあれですよね、多分ね、デクに前あげたお菓子みたいな、並べてたお菓子みたいなやつをねこうあげてるんだと思うんだけども、まあ、青山くんの中ではね、こう一個けじめをつけて、また一から自分の力でヒーローを目指していこうと決めたということですね。でまたいつか必ず胸を張ってみんなと並び立つからねと。で青山、おめえマジで誰よりどこだよって、みんなが泣きそうになったところで泣かないでって言って、こうピャーンとこうねレーザーを飛ばしまくって明るい感じに持っていく。でそしてサプライズということで、今度この青山くんが抜けました、一体こう 1A じゃなくて 2A ですね、のこのクラスに新装くんが編入してくると、いうことで、まあここでね一気にあの青山くんがね、おいおい持ってかれすぎだよみたいな、話題を持ってかれすぎみたいな感じのねやつもやるんですけども、まあだからね、あのいろんなことがあったけども、青山くんはもうしっかりとクラスのメンバーですからねっていうのが、みんなも受け入れてるし、青山くんも受け入れてるしっていうところね、まあ今回そのお別れっていうことになりますけども、その仲間っていう事実はね変わらないわけでね。で青くれさんもね、こうまあずっとこう見えてる感じになっちゃってるわけですよね。これはだから青山くんが来てるからなのか、それともまあもう常時見えてる形になっちゃってるのかっていうのがまたね、いろいろあると思いますけど。そしてあのさっきのね、在校生代表の言葉をおっしゃってました、フワマワタさんですね。あのまあイレザヘッドの元のねクラスの人ですけども、ヒーロー科の 2,3 年はここから当分の間再建活動に当たります。私が代表で陣頭指揮は取りますと。今行われる復旧活動に加え、治安悪化防止のために全国は回りますということで、まあ 2,3 年って言ってるからね、こうデクたちも2年ですからもうね。他のこれ最初読んだ時に、まあじゃあ先輩方はなんかやるのかなと思ったけどもまあなんかもう今2年ですからね、これに加わっていくわけですよね。でオールマイト引退後、そして言うまでなく、弱戦後のゴッツ教科書に載るごたる戦いの後には必ず教科書には乗らん混乱がありますということでね。僕はどこの方言のか、でもなんかあれか、なんか熊本とかそっち系なのかな、ちょっと分かんない、鹿児島、ちょっと分かんない、なんかでもそれっぽい感じがします。で象徴の不在、オールフォーワンもそういう混乱の中生まれたわけだしなということで、象徴がなき今新しいオールフォーワンみたいな存在が出てくる可能性もあるわけなんで、まあ、パトロールとしたりとかもうちょっとこう根付かせていくっていうところをこれからやっていくということですね。で実際にまあこのクラスの話し合いも終わりました。みんな外に出ていきますっていうところで、いやー新入生か、俺らも明日から先輩かって、まあめちゃめちゃモブみたいな発言してますけど、まあこれセロ君かな、わかんないけどね、まあセロ君でしょうねでバタバタ進んでいくと忙しくなるな、けど休むいとまはもらったし、こすらんでいいからもうセロ君っていうことで、まあそのお茶子のね、あの演説の言葉をこすると。でお茶子はね、っていうか怪我でそれ剃ったんだよね、早また伸びるといいねってこのデクのここのことをね言ってくれてるわけですよね。で常闇くんもね、あの多分まあ戦いのあれもあってこうイメチェンみたいになってバサってね感じになってるわけですよね。でここなんですよ、次なんですよね、このハサミかな、暗闇の中でハサミみたいの持ちながら大泣きしながら口切ってるんですよ、ジョキジョキって切ってる。で次のページでは病院に多分いた存在だと思うんですけど、こうはぁはぁってこう歩いてる。できっとこいつが外にそのまま出てるですよね。
これなんだよね。これが何、新しい敵かみたいな。やっぱそんなんじゃないと思うんでね。そんなんじゃないとは思うので、多分この気質のね、もうすでに出てる誰かだとは思うんですけど、ちょっとね、誰なのかすらも僕はこの姿を見てもわかんない。この後のシーンから、例えばダビなのかなって一瞬思ったんですけど、でもね、この後のシーンにもダビはね、いるんだよ、多分ね。で、だから全く違う誰かなんだよ。この髪の毛でこんななんかこう、言ったらさ、泣くってなかなかないじゃん。ヴィランとかってさ、涙を流すようなヴィランってなかなかこれまでいないと思う。でもこの感じ、スラムを歩いてる感じとかも含めて、でハサミでこう自分のこと多分切っちゃう、自分なのかな、まあ、なんか医療器具なのかもしれないけど、何かしらこう切って出ていくってところを考えると、まあやってること的にはなんかヴィランなのかなっていう感じがしますしね。誰なんだろうな、まあ、次回とかね、明らかになるんですかね。で、トドロキくんは送別会出れそう、あ、今日じゃなければいつでもって言って、トドロキくんって大丈夫だよ、よしっていう風になんかこう気合をね入れているところで、まあ、最後エンデバーがね背中が映されて、きっとこのですね、正面にいて医療器具をつけられてるっぽいやつがダビだと思うんですよね。だから実際に死んではないのかな、ダビは。だからある意味その、ダビを含めてトドロキ家がまた元に戻る可能性っていうのも今あるんじゃないかなっていう感じはしますよね。まあ、最後それこそダビもね、もう死んだと思ってたけど、最後やられて死にゆく中で、家族ってこんなに簡単だったのかみたいな、もうこう腹を割って話すのはみたいなことをね思って、最後死んでったのかなって思ってたんでね、そういう描写もあったので、もしかしたらトドロキ家がこうまた一悶着してじゃないけども、元に戻れる可能性があるのかなっていう気がしますね。それでこうショートもね、こううしって気合を入れていってるっていうところがあるのかなと思います。まあね、ということで今回のヒロアカここで終わりということになりまして、しかもですね、このこっからヒロアカはですね2号救済ということで、次はいつですか、7月1日発売のジャンプから復活ということになるんですよね。2号ですよ。多分なんか呪術かな、呪術もなんか2号、3号、救済なんだよね、確かね。なかなかこう稀なことというかね、まあ、その間にこうしっかり書き上げる、最後を書き上げるってことなのかもしれませんけどね。でもさ、この感じ的になんか最後とも言えなくなってきちゃったよな。でもまあ堀越先生がね、もう少しお付き合いくださいって言ってる以上最後だと思いますけども、まあ、ダビーとかのトドロッケのことはまあいいとして、そのもう一人の、ね、やっぱあいつがね、何になるのかっていうところ、が気になるところですよね。はい、ということで今回ヒロアカナンバー425を語っていったわけなんですけども、皆さんいかがだったでしょうか。ぜひね、皆さんの感想コメントも聞かせていただければと思います。そしてまあ2号救済ということで、ね、ワンピースとかはあるんでね、まあそっちをやっていくと思いますけども、待ち遠しいですけども楽しみにしていきたいと思います。では皆さん、この動画がいいと思ったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。